おふびと、並べてみました塗装のクオリティ高いですね。で、えー、ウルトラアクションフィギュアと比べるとこんな感じ。ああ、なかなかいい感じですね。カラータイマーもクリアパーツ。うん、いいんじゃないですか。光線エフェクトをつけるとこういう感じですね。うん、こんな感じ。ちょうど良さげですね。 はい今回紹介するのはこちら、ちょうどアルファウルトラマン6、えー、1番ウルトラマンブレーザー、2番ウルトラマン Z デルタライズクローの2品ですね。はいあとですね、こちら、ウルトラ怪獣シリーズの山怪獣ドルゴのソフビを買ってきました。うん これはしばらく前に発売されてたやつですね。はい。で、えっ、ー、と、聴導シリーズは僕はこのウルトラマン Z と、あと、こちら、昭和のウルトラマンだけを集めてたんですけども、今回はね、こちら、ウルトラマンブレーザー。今、ちょっと注目してる作品なんですけども、なんで、まあ、 てきましたいやめっちゃ塗装良さ,さげですね。うん、でえっとウルトラマンブレーザーといえばこのね、えっと、ウルトラアクションフィギュアがすでに発売されてますけども、うん、これにあとフィギュアーツとかもね<え>あの予約してますけどもこれに合うサイズ感っていうとねちょっとやっぱりこのちっ ちちっゃいソフビだと微妙なんですよねやっぱりこのウルトラ怪獣アドバンスぐらいボリュームないとちょっと合わないとねこのバザンガとタガヌラは買ってあるんですけどこの小さいね怪獣ソフビはずっとスルーしてたんですよねうんでもねこれがねあのー、このソフビがうんおそらくはまあこの並びだとこれ には合いそうですよ、ねうんというわけでこのね、えー、ウルトラマンブレーザーがね、うん、出たんでこのドルゴも買ってきましたはいであとはこちらデルタライズクローなんですけども僕はねあのウルトラマン Z のちょうどは最初にこのセブンガーとウィンダムとオリジナルのセットを買って でその後売るあのちょうどアルファのアルファエッジとベータスマッシュを購入したのであとこれあれですね次の第7弾のガンマフュージョンが出ればうんそれでコンプリートって感じですかねホームはコンプリートあの前のねアルファじゃないちょうどシリーズでガンマフュージョンをでに出てるんですけどもうん あのそちらはねなかなか中古市場に出回ってなくてうーんたくプレネでしか買えないんでまあ第7弾を待つことになるかなと思いますはいでは開けてみたいと思いますまずブレーザーいいじゃーんお食料 おお、良さげですね。すごいな、塗装が。うん。で、あとは、Z のウルトライあ、デルタライズクロー。じゃじゃーん。おお、こっちもいいですね、カラーリング。はい。じゃあ、ちょっとね。 開けはい開けてみましたまずブレーザーの方なんですけども本体とあと手首が3種類ですね左右3種類あとこのパンチのエフェクトパーツがつきますはいで、えー、こちらですねうんなかなか 塗装は頑張ってる感じですね。まあ、うち後ろはもちろん塗られてないですけど、ここもちゃんと塗られてますね。うん、なかなかいいんじゃないですか塗装。顔もね、きれいに塗られてますね、うん。なんかクオリティ高いな。塗装のクオリティ高いですね。で、えー、ウルトラアクションフィギュアと比べるとこんな感じ。 まあお互い一長一短って感じですね。塗られてない、この辺塗られてなかったりとか、ここにも青いのが入ってなかったりとか。ただ、この胸、この辺は、ウルトラアクションフィギュアよりもちゃんと塗られてますね。うん。で、あとはこれかな。顔ね、この青いところ、これはね、やっぱりウルトラアクションフィギュアの方がメタリックで、ちょっとかっこいいですね。 顔はなんかこう、うん、ウルトラクションフィギュアの方がいい気がするな。こっち、目がクリアになってていいですけど。ただね、うん。で、あと、これか。これはどっちも、このカラータイマーはメタリック塗装かなあ、違う。これ、こっちは透明なのか。これはいいですね。こっちはメタリック。で、一番ね、気になるのはね、こウルトラクションフィギュアね、顔の銀 色とこの体の色がが違うのがめちゃくちゃゃく気になるんですよねこの色で統一してくれればよかったんですけどねでちょっとねこっちはねまあこ,こんな銀ピカではないんだけどでもこれ上下でね首と体の色が揃ってるから、うん、だいぶこのこっちよりはね体色は違和感がないですねはいいいんじゃないでしょうか はい、手首に炎エフェクトをつけてみました、うん、ウルトラマンブレーザーはね結構躍動的なポーズをとるんでねこういうふにね、うん、このアルファとのね相性がいいかもですねはいでブレーザーで気になるのはドルゴとのこのソフビとの対比なんですけども なかなかいい感じですねうんこのソフビと遊ぶ時はねこのちょうどアルファの方が合い,合いますね、はい、ではついでにこのドルゴの方もちらっとレビューしますかこれしばらくね前に発売されてて結構人気ありますよねこの怪獣 山怪獣ドルゴ、うん。なんかね、これ山がね、動き出すってやつ。で、メガショットがついてるのが面白いんですよね。うん、このデザインがね、いいですよね。うん、ここはちょっと穴開いてないけど。ちゃんと塗られてる。うん、いいですね。 このね、岩のところにね、メガショットがついてる。これがね、動くんですよね。これは優秀ですね。あとは、この頭が回る。腰は動かないですね。接着されてるんで。うん。で、まあ、これ、あの、メガショットがね、あの、ブレーザーに破壊されてましたけど、一応無理やり取れば、取れます。うん。 だから劇中再現ができるようになってますねは。はい。次はこちら、ウルトラマン Z のデルタライズクローですね。えー、付属は、このかっこいい手首が、これがね、右手だけ。で、あとは握り手、開き手、あと武器を持つ手、あと光線エフェクトですね。はい。 でこれはねうんパッと見いい感じですよね塗りはまああちこち省略はされてるんでしょうけどもでもまあこれだけ塗られてればね十分かなって感じはしますねはいあ,あちょっと待ったかで、えー、顔とかはこういう細かいところがちゃんと塗装されてますねあと目が 透明クリアパーツカラータイマーもクリアパーツうんいいんじゃないですかまあ稼働もいつものちょうどですねで、えー、こういうかっこよさげなポーズができるよとこの手首ねうんこんな感じですねはい 光線エフェクトをつけるとこういう感じですね。うん。しっかりここにはまってます。うん、かっこいい。で、えー、こちらね、えー、デルタライズクローとこのデストルドスの対比なんですけども、うん、こんな感じ。ちょうど良さげですね。うん。 肩の位置、頭の位置。うん、ぴったりな感じ。うん。でね、このデストルドスのソフビもね、クオリティ高いんすよね。塗りがすごい頑張ってる。あのー、でっかいやつもね、出てましたけど、この通常版のソフビもかなりクオリティ高いです。この後ろまで塗ってあって。うん、これは絵になりますね。あの、ベリアルのね、剣。 あの武器をね持たせたくなるけど一応ねあの武器が跳ね飛ばされた瞬間はこう素手で戦ってたんで、うん、この並びもありっちゃありですねはい,はいはいソフビと並べてみましたうんサイズがサイズ感がいいですねすごいバッチリな感じ やっぱりこう、怪獣ソフビと並べてね、うん、マッチするのはいいですね。うん。あの、ブレーザーはね、この、ちっちゃいソフビの方はスルーしてたんですけど、うん、レビーラとかねあの、ゲイドスとかもちょっと集めたくなりましたね。はい。 今回は「ちょうどアルファウルトラマン6」から「ウルトラマンブレーザー」と「ウルトラマン Z デルタライズプロ」の紹介でしたまたねー